マーカケンです。新田です。大河です。はい、今回は、ゴッドの裏試合が、見たいというちょっと要望があったので、はい、まあ、ちょっと、副音形式で、3人で、試合を今から見て、はい、あだこうだ言っていきたいと思います。あれ、これってもう顔映ってるんですか？これは顔は一応映ってないです。あ、よかった、はい、俺もお辞儀してなかったからそういうこと。あ、そう、今俺映って、映ってんのかなと思ってさっきお辞儀してたからさ。あ、もう確かにで、一応、まあ、勝手に自分がちょっとピックアップして、はいはい、2試合お送りするんですけど、はい、まずはこちらは、ジェズさん対レバ君の試合になります、まあ、あー、マジ裏だ。レバ君はちゃんと裏試合いっぱいやってきたから、はい、うん、レバ君が負けて最初のあれですかね、裏試合一発目の試合です。そういうことか。はい、スカローニ出ました。スカローニ出ました。俺が苦戦したな、このスカローニにで、一応レバ君視点ですかね。はい、っていう感じで、まあ、あれだったね。でも2試合目の時のレバ君は普通の三角形になったね、スリートップがね。おお、そう、逆三角じゃなくてちゃんとしっかりトップしたいみたいな形で見方置いて、まあ、映像上ちょっと切ったんですけど、これもその、うん、クリップ全体で撮ってたんで、うん、そのスカットを3つぐらいいじってどのフォームでいくかずっと模索してたんで、ね、ああ、そういうことね、はい、っていうくらいちょっと結構悩んでました。そうだって、ワンビサが出た、このこれこれさあ、レバ君どうする。テラムレバ君がワンビサかなんか使ったの久々に見たな持ってたんだな、まだいや、もうなんかてっきりベルゴミとかさ、うん、ああいうティラムとか来た時にくっつけちゃってるかなと思って、はいはい、スキルとかついてただろうから。来たよ、からおー、おいっち、うわー、今ファーに打ったのかな。そうっぽい、ね、はい、これだったらワンチャンとかもワンチャン下ヘディング、ファーなんかああいうのも怒ったりするよね、こう、はいはい、スッと反らして、おうまっ。フィーゴね、スタメンで使ってた。へぇ、スリートップのね、左の ST かな。フィーゴは今大会初出場じゃないですか、これしかも、この後多分レバ君また使ってないよね、多分使ってないと思います。こっち戻ってきてから、はい、多分印象になかったんで。そうよね、だこの試合使ってみてなんか違えなと思ったんだろうね。でも本当に緩い感じで、今日3人で見るんで、止めたりしないんで、まあ、一個一個のプレーで、そうね、はい、まあ、得点決まったところね、ぐらいはね、ちょっと、まあ、そうですね。うまい、うまい、うまい、うわ、うまい、いやー、ナニキキーパーナニキ、素晴らしい。何のみですか。コーナーキックどうしますか。普通だ、普通、しかも行きそうだ、それ。うわ、うん、さあ、むずいやつ、地味に競り合い、うまい。足めっちゃ張ってんな。ターゲット入ってるね、あれね。さすがに入ってそうっすよね、あれ。あれはターゲット入ってる止まり方してるわ、うん、ウィング、いや、左のやつは守備の時ちゃんと中にいたから。あ、そうなんですか。メッシだけあそこでサボってるから、多分メッシにだけ入ってるんじゃないかな、ターゲット。お、ここ得意よ、ジェズさん。うまい、うわ、惜しい。どうだろうね、これメッシもワンチャン入ってない。いまいちそのポゼンのあれが守備の時どう動くか俺が分かってないから。まあ、さすがにこの時にこの位置ずっと、ね、そうだよね、ブロチョロしてると思う。ネイマールはなんかもうちょいさ、内、はい、に入ってくるけど、ね、メッシ上で張ってくるから、さすがにターゲット入ってるよね、多分。後半まで見てればね、分かりそうだね。あ、確かに。メッシ多分そのまま残すってことだろうから、ターゲット入ってたら、うん、ネイマールは中からわーって広がってくるのに、メッシそのあれがないもんな。そうっすね、その動きが、もうずっと外側にいて。うわ、その引っ掛け方するときつそう、守備。うん、まーそれ、うん、お、あ、さあ、そのフリットのところか。いいですかね、チャンスよ、この位置のフリーキックは。ラッシュ、ラッシュやらやん。あ、シンプルフリットでも、いや、でもシンプル、
に当てた後だね。ここの1対1さあ逆に振りたそうではあるが、そうです。天気電話、うまい。それおで、アラウフ、お、ビエラ、ビエラ、あ、うまい。うん、おー、すごい。いいか、お、ちょっと出してやめて動かして、なんかこうやってちゃんと見てると、なんかポゼって普通に守備はなんかなんとかなりそうだな、全然。うん、右攻めなんですかね、ジェイザさん。どっちかっていうとサイドバックも上がってんの。ああ、そうね、右上がってるよね。さあ、キミヒ、なんか右上げる人多くない、このゲーム。あのクロス、なんかジェズさんは違うけどさ、はい、クロスゲーとかやる人でも、あ、そうなんだ、なんか右から上げる人多くない、なんかそのイメージ。へえ。でも俺とアルタどっちかって言ったら左では、左だね。俺も左の方が得意だからなんかわかんないけど、はい、右のクロス人選的な問題じゃなくて、なんかね、まあクロスゲーに限った話だとアーノルドとかなんかやっぱ、そ、やっぱそういう人がいるから右なのか、まあ、攻めやすいから右なのか、どっちなのかとか、なんかベッカムとか入れてるイメージあるけど、うん、だから右なの、まあ、左のそういう選手がいないみたいなことなのかな。でもあり、あるかもしれないですね、そっちか。まあロベカルぐらいしか。あ、うまい、うまい、うわー、なんだ、なんかマジで右から上げる人が多いイメージなんだよな、マーノルド、ベッカムとか、あいつらを使って、うん、左もいるけどね、今だったらテオだの、ベイルだの、そうですね、サカだの、確かに、サカも含めて、マラドーナと。右サイド薄くなってましたなんかチャレンジしてますね、はい、さあ、あのメッシはいるな。ハーフタイムにすでに悩んでいる誰が噛み合って誰が噛み合わなそうか。なるほど、はい、違い、初にラインブレイクを受けましたね。ロングカウンター、なんかロングカウンターも久々にやってみようかな。もうバージョン切り替わるまでやることないし。ああ、まあまあそうっすね。3ヶ月ぐらい丸々ショート使ったからな いや、ワンビザか。いや、並走はさすがっす。さすがにそうだね。ああ、もうどうなんだ。もうなんか、うん、自分だったらどこカーソル当てるかなと思ってさ、レバ君のやつ見るじゃん、はい、俺マジで先場にカーソル当てるの早いわ。あなんでなんかそんな当てなくて良さそうだって思っちゃうレバ君逆にね。お、俺もだって多分俺もあっこからずっとアラフォだもん、俺多分カーソル、うん、確かにそのイメージあるっすね。そうそう、あ、そうだから今のレバ君の富安の追いかけ方はなんかすごい俺もそれやるみたいなさ、うん、中盤で引っ掛けようとしてるもんな今の前三の守備の仕方とかも、うん、学びですね、学びですねさあ誰を変えるか、誰をどう変えるか。10分いってないけど変える。ラインブレーカー2枚とかにしちゃっても良さそうだけど確かにこれさ、レバ君の表情とか何も映ってないからさ、はい、一応負けたら終わりだからねって考えたらやっぱちゃんとねこうやって、まあそうですね、あ、2列目ちゃん目、さあ、前、迷っていますさあ、これフリットを変えるかどうかですら迷ってそうだもう一応、時間も早いっちゃ早いもん ね一応延長まであるからね、はい、フリットは残しといて良さそうだな。残す、フリットは、ねえ、お、ナイス来た残した方が良さそう、フリットは55分だしね、まだね、うん、0-0 で、ん、フリット残した、あれがうわぁ、あ、打たないんだよ、丁寧だプラスだな、うわぁ、うまいなぁ、
池詰めろ下手くそダイビングでレオン、まあ、でもレオン歌わないんですよ。あーそうなんですね、はい、今のヘッド結構しんどかったな。ヘッダーなくてもダイビングヘッドするんだ分かんないけど、つけてるかもしれないけど、レオ君が減った。まあ、その俺のは持ってないから、まあ、初期はついてないよ、俺の感覚で今言っちゃったけど、ベリンガムで閉じてビエラベリ…なるほどね、ロングはずっとこうやって入った方がいいよ。うん、うん、ベリンガムだもんな。あ、うまい。うん、出た。これな、どこまで寄るかよな、マジで。うまい。でも硬いな。なんかどっちもそこまで、まあ、レバー君1回、2回ぐらいちょっとチャンスあった。うわっ、むずいやつ。うまっ。さあ、一番疲れてるフリット、前線の選手の中で。お、あー、うわ、長ビエラ。ビエラもやっぱ伸びるな。お、4-4に変えましたよ、レバ君。出た、サブ戦術。はい、ディフェンス、サブ戦術入れましたよ、今。逆サイか。から。お、閉じろ、ナイス、うまい。いや、これ、うまいぞ。うまい、うわー。あ、あ。いや、うまい。うまい。いやー、マリキン読みで。あれどっち打ったかな。普通に433、あれレバ君サブ戦術4両2じゃなかった？ ST にしなかった？お前なんか普通に3人いる。あれ、いや、おお、3人いる。3人残ってるよね。はい、あれ442なかった？サブ戦術442でしたっけ、ね、ああ、文字2オムフみたいな。おお、じゃあまた瞬間に戻したか。2オムフが ST になってるのか分かんないけど。ああ、なるほど。まあ確かにどっちか。あ、う、そうだよね、今オフェンシブに戻したもんね。何が起こっていたんでしょう。あ、うまい、うまい、見逃しません。抜けた、ぬる、ここで、ここでこれが来るとあらほー、あらほー、ブタートの実機すぎ。まあそうだねちゃんとダブタ挟んでウィットかよ、おお、でかいの。あ、ST だ、1枚。44じゃないや。44っぽい433だったんやね。ってことっすね。勝手に442かと思ってたわ。なんかそうっすね。左 ST でしたわ。微調整ミスったのかなと思ったけど、意図的っぽい、ね。意図的だね。それが下がってこんは別に。これでどっちにするんですか、ディフェンシブとオフェンシブ両方いじってましたけども、でディフェンシブ、あの442っぽいスリートップとかね、今だから。そうそう、ここで変えるんだ。これは、あ、あ、あら、あ、すいませんあ、チャンス、うまい、使わない、うまい、うまい、それは。いや、うますぎる。うまうまうま、うわ、やば、このゴールこれちょっとやばくない？ハーランドやん、ケトリーしてたら。もういいじゃん、レバ君。これポイントがありすぎてるわ、このゴール。もうレバ君ちっちゃいの使う人ないやん、こんなハーランドやるんだから。これ白米食えるよ、このゴール。やばい、今のちょっとびっくりしたわ、うますぎて。久々になんか俺やばってなったわ。足元あるとはいえ、今までのハーランドと比べると。でも駆け引きが今やばすぎて、今のゴール、ね、今のすげえな。ぁ、1点目抜けちゃったけど、13の守備も普通に硬かったんですよ。いや、硬かった。あんな感じに。いや、あのゴールちょっと天才すぎるわ、やべえ。で、まあ 2-0 だから多分余裕は持てるはず。確かに、さすがに。そうそう、この時間で 2-0 だったら、いきたい、いけ、3点目だ。No、もうさっきのハーランドのドリーさんと同じ人物とは思えない今同じ人物とは思えないぐらい普通に引っ掛けたけど今
マジでうまかったな、あのハーランドやつ。あれマジでやばい、あれやばいな。ちょっとビビったわ、あれ。これは裏試合見せてよかったよ、これ、うん、あのゴールだけでねっていう、はい、すごいわという感じで、じゃあ、まあせっかくなんであの2点目見ますか。はい、ちょっと見ましょう。まずここね、サイド使わないとこがポイントだったよね、1個ねえ、俺すぐ使う、カーソルも外に合わせてたじゃん。しかもちゃんと使う気だったよね、多分最初あれ、ゲージ出たからさってことっすよね。ゲージ出て、キャンセル入れて、ね、見てから、J3 があっち動いてきたから、うん、これやばいな。しかもちゃんと J3 もマッチアップをしてたから、うん、メッシが足伸ばしてたし、ね、っていう、はい、これちょっとゴッドのブスカッショブスカッショ、今のとこいいな、今のところこれ最有力候補裏ブスカシある、はい、裏ブスカシある2試合目も、あるので、そちらもぜひ興味ある人は見てください、はい、ありがとうございました。よいしょ。